皆さん、改めまして、こんにちは。大正大学オープンキャンパス一般選抜対策講座、こちらの時間では国語の対策ということで、本日は小池陽二先生にお越しいただいております。小池先生は大手予備校で現代文の講師をご担当しておられます。そして実はこちらご覧の通り、森永ラムネの受験生応援サイトにも登場しておられますので、ぜひ皆さん、後ほど検索してみてください。それでは、早速ですが、小池先生に、国語の対策講座、お願いさせていただいて、いただきたいと思います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日はですね、ちょっとあいにくのお天気の中ご足労いただきましてありがとうございます。小池と申します。まず、冒頭お時間ですね、30分ほどいただきまして、大正大学の国語、あるいは、とりわけその現代文ってところに的を絞って、一体今から何をどうすれば、得点の底上げが可能なのかっていうところですね、合格をもぎ取ることができるのかという話をですね、ちょっとさせていただきたいと思います。またその後お時間20分ほど取りまして、ご質問等も、受け付けできるかなと思いますので、何かしらね、疑問点とか相談等ございましたら、ぜひ、ご遠慮なくおっしゃってください。皆様、お手元に赤本の方はお持ちですね。赤本の方をお持ちの方はですね、そちらの、前期2科目、3科目方式の2020年度の国語ですね、の77ページの方をちょっとお開きください。で、ウェブでご覧の方はですね、ダウンロードしていただきました問題の、同じく第2問ですね、の、14ページですね、の方を開きいただければと思いますので、よろしくご確認ください。ということでですね、今から、こちらの文章の方をざっとではありますけれども、解説していきたいと思います。と言いますものもですね、現代文というのはね、何はあれ、とにかくその文章、あるいはその文章における論旨と呼ばれるものを、しっかりと把握できたかどうかというものを問われる科目ですので、その整理ですね、というのをちょっとやっておかないと、設問の解説もままならない、分析もできないということになってしまいますので、それについてはしばらくですね、お付き合いいただければと思います。ということで、大正大学の現代文ですね、評論文でいいですか？合格点ではないですよ。高得点を狙うための読解法ということで、今からですね、そちらの方を、解説させていただきますので、よろしくお付き合いください。では、先ほどね、ちょっとこちらで申し上げました範囲ではございますが、2020年度の国語の2番ですね、について今から論旨の確認をしていきたいと思います。繰り返しますが、現代文はとにかくその文章の論旨、これを確認できたかどうか、というところを問うてくる科目なんですね。大前提として、じゃあ論旨とは何ぞや？といえば、これは簡単に言えば、その文章を通じて筆者が一番伝えたいこと。あるいはその文章から僕たちが最も読み取らなくちゃいけない。言ってみれば 筆者の主張というふうに考えてくださってもよろしいかもしれません。というわけでございまして、この文章における論旨ですね、この文章を通じて筆者が一番言いたかったことは何なのかということ、そこをですね、ひとまず説明させていただきたく思います。ではですね、赤本をご覧になっている方は、先ほどお開きいただきましたページ77ページの1行から始まる一文ですね。私がこの話を聞いてから始まる一文です。こちらの方をご覧ください。同じくウェブでご覧の方はダウンロードしていただきました過去問のですね、これが14ページの終わりから1、2、3、4行前、傍線部1を含む一文ですね。そちらの方をお読みいただければと思います。というわけでですね、画面にも映しましたけれども、今僕の方で、ね、指示させていただきました、ね、この一文をとりあえず、じゃあね、ベタベタに読んでみます。私がこの話を聞いて興味深いと思ったのは、それが動物間の差以上に、日本人とアメリカ人の美意識の違いをよく示すものと思われたからである。もう一回いきますよ。私がこの話を聞いて興味深いと思ったのは、
それが動物館の際以上に日本人とアメリカ人の美意識の違いをよく示すものと思われたからである。このようなことが述べられています。まず私がこの話を聞いて興味深いと思ったのはって筆者自身が言ってるわけですよね。こういうところに関していや私はちょっと興味深いとかやれてもぶっちゃけ興味ないしとかになっちゃったら論旨なんて取りようもないわけで、逆に僕たちはこの文章を読んだ瞬間におなるほどここまでなんかああだこうだ言ってきたけれども筆者の興味関心というのは実はここにまずは集約されているんだというふうに、まあ、反応することができるはずというかしなくちゃいけませんよね。というわけでこの一文の中で筆者が興味があるよと言ってること、それをまずは端的に整理し、でその内容をしっかりと追いかけていけばおそらく論旨というものが取れる、そういう展開の文章になるであろうことはほぼ間違いないんですよ、ね、というわけでございまして、ではこの、今ここに画像で写しました一文、ご覧になっている一文の中で筆者は何に関心があるってわけですか。動物館の際ではないですよね。動物館の際以上にとありますから、それよりも以下の部分に筆者の興味関心というのは、ね、集中しているわけですよね。じゃあそこに何て書いてあるかというと、日本人とアメリカ人の美意識の違いですってと。ということでございまして、そう、美意識というのは何を美と感じるのか、美しいとはどういうことなのか、といったような考え方、あるいは価値観のことですよね。日本人とアメリカ人ではそれが違うと。それをですね、各々の事例を通じて説明していくよっていうのが、この文章のおそらく、根本的なテーマなんですよね。ということでございまして、ここから先我々は、続く叙述を丁寧に追いかけていきながら、日本人の美意識っていうのはどんなものなのか、あるいは逆にアメリカ人の美意識というのはどのようなものなのか、といったところを説明している箇所を見つけですね、そこをしっかりと、情報として整理していくっていう、こういう読み方が大切になってくるわけです。というわけで参りましょう。まずこの文章は、アメリカ、そしてアメリカと西洋というのがね、一つの同じカテゴリーとして論じられていますが、まずそのアメリカとか西洋ですね、について、彼ら彼女らは、美というものをどのように捉えているのかっていう説明から入ります。もちろんこの後でね、に対して日本はっていうふうになっていくんでしょうが、まずはそのアメリカを含めた西洋世界における美とはどのようなものか。そこを本文の記述にのっとって整理すると、おおむね今、画像に示したような、ところがですね、述べられているわけでございますが、なんて書いてあるか。美というのは、ある明確な秩序を持ったものの中に表現されると。もう一回言いますね。美というものは、ある明確な秩序を持ったものの中に表現される。そして、ある明確な秩序とは、要するに美の原理であるカノン。カノンというのは規範とか規則という意味ですけど、まあ、簡単に言えば、これこれこういう条件を満たしていれば、それは美なんだという、まあ、規則があると。そのこれこれこういう条件を満たしていれば、それは美しいんだという規則が原理原則としてドドンとあり、その原理原則をしっかりと守っている造形であれば、それはすなわち美しいとみなされると。何が美しいかっていう基準があって、それを満たしていればそれは美しい。こういう発想が実はアメリカや西洋にはあるということですよね。なるほどと。美の何たるものかっていうのがね、定義としてはっきりしてるわけです。なわけでございますけれども、ではそれに対して、日本の美というのはどのようなものとして説明されているかといえば、本文にのっとってそのまま説明すると、どのような場合に美が生まれるかという状況の美として説明されているわけですね。ちょっとわかりづらいですよね。わかりづらいですけれども、しかしながらアメリカにおける美というのが美の原理であるカノンに基づき、そして日本型の美というのは状況の美である。というところに関しては、これはまさしく本文に書いてある情報なので、これが、ね、先ほど確認しました日本人とアメリカ人の美意識の違いを示す典型的あるいは一番核となる、ま、情報だということになるはずです。
というわけで、これでおおむね、論の確認や論旨の把握というのは実はできているんですね。西洋の美というのは美の原理である観音、これに基づく美のことを言うに対して、日本の美というのは状況の美のことを言うと。ただ、ちょっとこの状況の美という概念が分かりづらいと思いますので、まあ、僕の方で二言三言ですね、説明を付け足しておくならば、まあ、まさにその美というのが状況の中で生じるという発想なんですよね。状況の中でその美が、ね発生するというのは、まあ、簡単に言うと、例えば何かしらのものがあって、でそのものの中に美というものが宿っているわけじゃなくて、そのものがどんな状況の中にあるのか、まあ、特にどんな場面にあるのかとか、どんな、まあ、前後関係にあるのかとか、というところにおいてそれが美しいか否かが変わるということですよね。例えば今僕は手元にですね、スクリーンを照らすあのレーザーポインターの機械を持っておりますけれども、このレーザーポインターが美しいか否かなんてところは日本ではあまり問題にならないと。例えばこのレーザーポインターもこっち側の場面に存在したら全然美しくもなんともないかもしれません。しかし状況が変わってまた違う異なる場面にこのレーザーポインターが存在したら、うわこの中で存在するレーザーポインターは非常に美しいなっていうふうに捉えられるかもしれないと。繰り返します。西欧の美というのは美の原理である、まあ、規範ですよね、あるいは規則ですよね。それをしっかりと体現していればもう美しいとみなされる。それはどこにあろうが美しいわけですね。変な話ね。なわけですけれども、日本の美の場合はそのものの中に美が宿っているわけではなくて、そのものを取り囲む状況、場面、あるいは環境ですよね、との相関関係の中で美しいか否かが変わってくる。同じものであっても状況が変われば美しくないかもしれませんし、全く同じものであっても状況が変われば美しいかもしれない。その関係性の中で美しいか否かが決まるということ、ここが強調されているわけです。で、今回これね、美学芸術系の、まあ、エッセイではありますけれども、この物事の価値とかが、いわゆるその物事の内部に宿っているものではなくて、そのものを取り囲む関係性の中で把握されるんだっていう主題は、実は、他にも言語論とか文化論とか、あるいは経済系の本なんかでもですね、よく話題となるところなので、ここはですね、評論文の背景知識として、しっかりとご記憶いただければなと思います。とりあえずその問いの5の正解になっている選択肢をちょっとですね、今からお見せしますので、まあ、ちょっと画像も見にくいという方いらっしゃいましたら、赤本あるいはですね、PDF ファイルの方を、ね、ご確認いただきたいんですけれども、こちらがですね、こういう内容なんですね。夕焼けの空に小鳥たちがパーッと飛び立っているところ。というのが、まあ、あの空欄に入る、まあ、選択肢として選ばれると。まあ、ちょっとね、まだ文章読んでないですからね、読まれてないですから、何のこっちゃと思われるかもしれないですけど、何かに気づきません、これ。繰り返しますが、問いの5の正解の内容は、夕焼けの空に小鳥たちがパーッと飛び立っているっていう説明になります。これ。小鳥たちという、まあ、存在が夕焼けという状況との関係性の中で捉えられてますよね。あれ逆かもしれませんけどね。夕焼けという空が小鳥たちとの関係性でというふうに取るかもしれない。まあ、どちらにせよこれって結局日本美におけるその状況の美の具体例になってるっていうことが分かりますよね。つまり言ってみれば、先ほど整理したこの文章の論旨の、まあまあ、2つ目、日本美の特徴としての状況の美というもの、それを具体的に表しているのが問いの5の選択肢問題の正解になっている。これをちょっとよく覚えておいてください。次行きましょう。この問いの6ですね。この問いの6で正解となっている選択肢は、じゃじゃん、おなんですけど、これもちょっと読んでみます。美しい動物を聞くと、これはあのどんな動物を美しいと思うっていうその質問をさせてますが、アメリカ人は馬やライオンなんていうふうに答えるんですって。ですが日本人は夕焼けの空などの場面を含んだ回答を行うってありますよね。この場面を含んだって思いっきりその場面に含まれる動物ということで、動物単体を美しいと思うわけじゃなくて、状況の中での美っていうものを美しいと思うということを言ってますよね。つまりこれも日本美における状況の美、これを具体的に説明している選択肢だということになるわけです。どんどんいきましょう。じゃじゃん。問いの7いきます。問いの7。5、6、7と連チャンしてますね。この問いの7の正解の選択肢は何かというと、これも O ですね。
たとえ後の時代のコピーであっても美の原理を写し取っているため、模刻作品であっても美そのものとして受け取ることができるということ。これ美の原理を写し取っていれば後の作品のコピーであったって美しいと言えるってことですよね。これ何の説明してるか分かります？もう一回ですよ。たとえ後の時代のコピーであっても美の原理を写し取っているため、模刻作品であっても美そのものとして受け取ることができるということ。繰り返しますが、美の原理というやつをちゃんと守っていればコピー作品でもそれは美しいと認識してもらえるっていうことですよね。これはもうご理解いただけますね。じゃじゃん。これは西洋美におけるその美の原理であるカノンっていう、まあ一つの条件を説明しているわけですよね。コピーであってもレプリカであってもちゃんと美の原理にのっとっていればそれは美しいと言えるんだよと。なるほど。問いの8はどうでしょうか。こちらですけれども、この問いの8の正解となっている選択肢、じゃじゃん、芭蕉の一句が蛙が飛び込む動作や古池といった実体物それ自体への関心ではなく、古池に蛙が飛び込んだ状況だけが表現されていると。つまり芭蕉の俳句においてはですね、蛙が美しいんだとか、あるいは古池が美しいんだとか、そういうですね、ものそれ自体に即した美ではなくて、まさに古池に蛙が飛び込むというその状況に発生する美というのが読まれている。これは当然ながら日本美における状況の美の具体例ですよね。今ここまで読解問題等の5、6、7、8と扱ってきましたけれども、これ全てこの論旨を、まあ、具体化した話になってます。では9いきましょう。問いの9の正解は何だ。絵ですね、まあ、ミロのヴィーナスとありますから、これ多分西洋の美の説明をしてますよね。についてどんなことが書いてあるか。ミロのヴィーナスは美の規律に合致した美しさを持つため、砂漠のような場所や状況であっても美しいから。わかりますね、この美の規律っていうのが。要するに西洋美の原理であるカノンのことを指してますよね。つまりこの美の原理であるカノン、いや美の規律に合致しているから、だからどこにあったってその状況なんて関係なく美しいものは美しいんだ。つまりこれは西洋の美というのは美の原理であるカノンを守っているか否かっていうところにおいて考えられているんだよ。思いっきりこれを論旨の片一方の説明をしてますよね。西洋美における美の原理であるカノンの具体例、こうなるわけです。ドキドキしますね。問いの5、6、7、8、9とまた来てですね、あと残り読解問題が10、11、12とありますけど、まさか最後までね、ね、こんなんで解けるみたいなね、そんなおいしい話があるんですかみたいなね、ちょっとドキドキしますけど、あの年ですがごめんなさい。はい、問いの10、正解の選択肢はこんな風になっております。じゃじゃん。広重の名所描くそうであったように、江戸の名所は季節の風物や年中行事などとおのずから強く結びついて捉えられてきた。江戸の名所が持っている美というものも、江戸の名所それ自体に宿っているんじゃなくて、季節の風物や年中行事というそれを取り巻くコンテクスト、状況の関係の中から捉えられてきたってことじゃないですか。これ結局日本美における状況の美を広重の、あるいは広重の絵や、あるいは江戸の名所という具体的な事例を使って説明し直してるだけですよね。あれ、あと問いの11と12だけですね。この問題僕作ってるわけじゃないですから、もちろんね。そんな、なんかペテン師みたいなことありません、僕ね。というわけでございまして、じゃじゃん、問いの11です。ちょっとドキドキしませんもんね。ここまで来たらストライク出したいですね。感じた。正解なんですけど、西洋世界の美はある基準にとって表現されていることが条件なので、あれあれあれ、大衆の建造物の美が捉えられていれば良いから、これも結局美の基準にのっとっていればそれで OK だって西洋美の説明してますよね。問いの12、どうでしょうかね。芭蕉の
古い木が変わず飛び込む水の音という一句が、古い木が変わずそのものではなく、変わずが飛び込んだ一瞬を捉えることで美を見出しているように、日本人の美の捉え方には美が生まれる状況を重んじる感性があるようだ。もう説明いらないですよね。これも思いっきり日本の美の状況の美ってやつを芭蕉の句にのっとって説明している。はい、これで読解問題終了。なんとですよ、じゃじゃん、評論文の設問構成、さっき申し上げた通り全12問になっております。のうちの問いの1から4は解説を割愛しています。それは問いの1は単純な漢字問題です。問いの2は極知識ですね、まあ、熟語の問題ですけど、問いの3も極知識です。問いの4がこれがですね、あの口語文法ってやつで、小学校中学校とかで習うね、文法授業が問われています。高校入るとあら口語文法ってあまりやらないで、文語文法、つまり古典文法がメインになるじゃないですか。ですけれども、大正大学の場合は、この口語文法の重要性を多分考えているわけで、そこら辺の問題が問われているというのは事実なんですけれども、あとは、全部これ論旨問われているんですよ。僕、嘘ついてないですよね。この赤本に載ってる問題に乗っ取って、大学が発表している問題に乗っ取って分析してますよ。すべての設問が、まあ、もちろん毎年毎年そうだとは申し訳ませんよ。まあ、いろんな文章によって出題の仕方も変わってきますでしょうし、あるいは作られている先生が変わってくればまた問いが異なってくる可能性もありますが、ただ少なくとも基本的にこの大正大学の評論文というのはもう論旨がつかめているかどうかそのものズバリを何度も何度も問うんです。ここをまずはしっかりとご認識ください。結局何が言いたいか、この大学で合格点や高得点を取るための最も大切なポイントは、評論文において論旨すなわち筆者が最も言いたいことをつかむということです。それさえできればドミノ倒し的に問題をダダダダダンダンって倒していくことができる、つまり全て正解することができる可能性すら出てくる。ただこれ逆に言うとものすごい怖いことになりますよね。要するにこの論旨取り違えていたらどうなりますよ。下手したら問いの5から12まで全滅ですよね。っていうことも起こりる。わかりますね。この入試まで直前期とまではまだ言えないかもしれませんが、もうあと数ヶ月に迫ってきたこの時期において、やっぱり受験生、僕もかつて受験生でした。焦りますよね。例えば、なんか過去問とかやっても、なかなか点数が上がらない。なんか最後に受けた模試の帳票が返ってきたら、なんかドーンっていう数字が返ってきたみたいな。ああ、もうダメだ、僕、私っつって。なんかね、ちょっとパニックに陥っちゃったときに、悪魔のささやきみたいなのが聞こえてきて、うん、大丈夫なの、現代文ってのはね、本文なんかちゃんと読めなくてもね、選択肢をバーって見れば解けるんだよとかね、空欄の前後ちょちょちょって見ればなんとかなるんだよとかね、っていうような悪しきテクニック解放っていうのについつい僕たちは流れてしまいがちですよね。まあ、いわゆる溺れるものは藁をもつかむってやつですよ。自分がうまくいってないとき、点数が取れてないときに悪魔のささやきで、本文なんて読まなくていい、筆者の人なんて分かんなくていい、テクニックで解けるよ、段落の最初と最後のみんな解けるよみたいな言葉を知って、でそれやってみたらたまたまできちゃうこととかありますよね。そうなってくると人間弱いもんで、そのね、溺れてる状態だとどうしても藁つかんじゃうんですよ。はっきりはしていただきます。私もこの教団経って20年ぐらい経ってますけど、溺れてる状態で藁つかんでも余計に溺れるだけです。そういった時こそしっかりと読むこと、そのメッセージをこの設問構成はちゃんと皆さんに発してくれてるわけです。大学の過去問、入試問題というのは、その大学がどんな人間を欲しているかということの、まあ、端的なメッセージなんです。そしてこの大正大学は、繰り返しますが、とにかく筆者の主張をちゃんともぎ取ってほしい。人の言ってることをちゃんと理解してほしい。そういう態度でこの大学に来てほしいという明白な意図に基づいて、そのメッセージを設問に込めているんです。ですから、あなた方が、いや、受験生の皆さんが、今からやるべきこと、というのは、もうとにかく過去問でも問題集でも何でもいいですから、しっかりと文章を読み、で、まずは、死の子の言わず筆者が何を言わんとしているのかというところを端的にまとめるというか、ね、なんなら書き出したりしてみると、50字ぐらいでまとめてみるような、あるいはさっき僕がやったみたいなフローを作ってみて、で、筆者はこういうことを言いたいんだろうなということをズバリ掴むという、そういう訓練をとにかく毎日毎日やってください。それができるようになれば、繰り返しますが、評論文は高得点取れますよ。つまり下手したら
国語で合格を決めるということが可能になる、そういう作りになっているということ、これをですね、ちょっと強調しておきたいなと思います。で、最後にですね、先ほどちょっと口語文法、というのが出される、つまりいわゆる古文の文法ではなくて、僕らが日常的に使っている、ね文法、小学校、中学校で学ぶような文法についての出題が出されるよというのは申し上げましたけれども、できればもちろんね、一点でですね、やっぱり合否が変わることもありますから、願わくばそこも中学校の、ワークとか使って勉強はしてほしいんですが、正直なところですね、今からもし皆様の、いわゆる口語文法の知識がゼロだったと仮定してね、昔のことだからも忘れちゃったよって仮定して、今からそれを始めたところでですね、その一問のためにですね、貴重な時間を注ぐのであれば、逆にやっぱりこの論旨をつかむというトレーニング、しっかり読んで、対比とかあるいはですね、抽象と具体とかの関係とか、どれをしっかりつかんでですね、筆者が言いたいことを理解するというトレーニングに時間を注いだ方が、おそらく圧倒的に効果があります。変な話、全ての問題取れる必要はないわけですから、でこんなこと言ったらちょっとね、作成者サイドの方に怒られるかもしれませんけど、変な話、時間がなければ文法は捨てていいです、ね。で、その分ですね、繰り返しますが、現代文においてはですね、評論文の論旨をつかむトレーニング、および古文においてさっき申し上げた、古文の古典文法とか古文単語はドストレートに得点につながりますから、しかもそれで何問も何問も解けるようになりますから、そっちにね、多くの時間を割いていただければなというふうに思います。よろしかったでしょうか。はい、ではですね、分析編に関してはこれで終了とさせていただきます。でこの後ですね、何かしらご相談あるいはですね、ご質問等ありましたら、ね、この時間でお受け付けいたしたいと思いますので、スタッフの方がですね、回りますので、よろしければですね、ちょっと挙手の上でですね、ご質問いただければと思いますので、お願いいたします。はい。そうですね、論旨に強くなる勉強法はというご質問をウェブの方からいただきました。ありがとうございます。これはですね、この文章においては先ほどですね、対比というところにねポイントを置いて、要するに日本人の美意識の違い、日本人の美意識とは、ね、西洋人の美意識の違いは何か、そこを整理するって言いますから、一つ一つのね、その特徴を整理しながら、その対比っていうのを整理すると、言いたいことが見えてきたと思います。ただ、すべてがこういうふうに、論旨が取れるというわけではないので、あくまでもこの対比に注目するとか、あとは、よく出てくるのが、その具体的な分析の後に、その抽象的なね、言い回しが出てきたら、それが、その具体例を通じて筆者が言いたいこととか、というような、ある程度のですね、定型的なパターンはありますけど、これはっきり言うと、ちゃんと読む、ということ以外にはありえません。もう少し具体的に言うと、論の展開を抑える。僕は自分の授業でですね、どこで教えたのか必ずこの論の展開を抑えるってことをものすごく重要してるんですけど、論の展開とは何かって言ったら、簡単に言えば、どんな文章、これ本当にどんな文章なんですけど、に共通している構造っていうのがありますよね。その文章の質が、例えば俳句であったって、詩であったって、随筆であったって、あるいはね、評論文であったって、あるいは小説、物語であったって、どんな文章にも共通している構造というのは、必ずスタートラインがあって、途中経過があって、着地点があるということです。簡単に言えば、このスタートラインから着地点に至るまでのプロセス全体のことを、論の展開というふうに僕は名付けております。もっと具体的に話したら、冒頭の段落でどんなことを話して、でその話した内容がどのように展開していって、着地点を迎えるのかという、その全体像をしっかりと整理すること。これができれば論旨、つまり主張は絶対に理解できます。なぜならば、筆者はそれを理解させるために文章を書いているわけですから。で、そうですね。とはいえですね、まだそういう訓練をちゃんとこれまでしてこなかったっていう人がいらっしゃるかもしれません。そういう人はですね、ここに一つですね、ちゃんとした勉強があるんですけど、でこれ実際ちゃんとやってると本当に力つくんですけど、僕のお仕事だと偏差値30から70とか取ったと思いますよ、ね。毎年いますよ、普通に。というわけでございまして、ね、ちょっと宣伝しちゃったけど、そんなこんなでございましてですね、何をするかって言ったら、時間気にしないんですね。もちろん過去問演習においてその時間内にその問題を終わらせるっていうのも非常に重要な、ね、ポイントになってくるので、いつかそういうことはしなくちゃいけないんですけど、まだ自分に実力が足りないというのであれば、これはもう時間無制限で何するかって言ったら、ノートにまとめるんですよ。本文の論の展開を。例えば、今回ならば、冒頭になんかこんな事例があって、でそれから筆者がですね、日本人と、西洋人の美意識の違いっていうのをまとめてみようと宣言した。その美意識の違いはこうなって、ああなって、対立して、みたいなことをノートにちゃんと整理して、問題解かなくていいですから。ということをですね、しっかりと、コツコツとやっていくと、頭の中に論を整理しながら読むという、回路が構築されている。
それができるようになるとですね、いわゆる試験時間内に論の整理をしながら、そして論旨をつかんで最終的に問題を解くということができるようになります。ですので、演習をするときの目的意識をちゃんと分けて考えようとですね、繰り返しますが、いわゆる過去問演習の一般的な意義は時間内に解き終えるということの訓練になります。それはやっぱりしなくちゃダメです。ただ、いまだにそういった訓練をちゃんとできていない人、つまり読解力、論旨を捉えるという訓練ができていないという自覚がある人は、そこはもうちょっと一旦置いといて、ね、とりあえず、目の前にある文章の論の展開をノートに時間無制限、これ重要ですよ、時間無制限でまとめてみると、ということをやると、これはもう絶対にやってほしいですね。で、もちろんそれはですね、根本的な読解力を鍛えるところにもつながりますから、大学入ってから、あるいは社会に出てからも非常に有用なですね、力を鍛えることになりますので、ぜひぜひお願いしたいなというふうに思いますね。はい、というところですかね。はい、では、チャットの方からチャットの方からいただいた質問を読み上げさせていただきます。今ほどのお話のところにもあったかもしれないんですけれども、論旨を見つけようとするとどうしても時間がかかってしまいます。論旨を捉えることと読む速さの両立というのはできるのでしょうか、という質問でした。いかがでしょうか。これは確かに多くの受験生を悩ます。要するに、時間かけて読めばなんとなく言ってることはわかるんだけれども、それを時間内に解けることができないと。なるほど。これは実は僕の自分の生徒から毎年あらゆる時期に受ける相談なんです。要するにスピードが足りないと。だからね、僕はそこについては非常に厳しい意見を持ってまして、ことに現代文におけるスピード、大学入試という文脈におけるスピードが足りないって、この大半は足りないのはスピードじゃなくて理解力なんです。つまり一文の内容とか段落の内容とか何でもいいですけど、を理解する力がないからそこに時間がかかるんですね。逆に言うと、精読を繰り返していき、つまり先ほど僕が言ったような、論の展開をちゃんとノートにまとめながら読んでいく、一文一文を丁寧に読んでいくというような作業をコツコツやっていけば、その文を理解する力が増してきます。文を理解する力が増していけば、当然そこに投資する時間は少なくて済みますよね。すごく単純な話なんです。で、例えば旧センター試験というのが、去年までございましてね、もう9って言わなくちゃいけないんですけど、センター試験っていうのは、非常に長い文章を出すことで有名で、しかも選択肢がまたこれから長いんですね。で、長いったら一般的にどういうイメージで長いというふうに僕が言うかというと、一般的な大学入試の評論文の字数って大体、学校によりますけど3000字とか3500字ぐらいですね。短いところだと2500字ぐらいになります。なわけですけれども、センター試験の評論は、これも年度によりますけど、4000字超えるんですよ。これは長いです。しかも選択肢がですね、これも100字レベルの選択肢が、1、2、3、4、5というふうに並んでるわけですから、もう活用が圧倒的に多い。というわけで、多くの受験生がですね、80分内で大問4つなんか解けないよって話ですごく悩んでいたんですけど、確かにすっごく辛い年ってのあるんですね。ちょっとこれは80分で読んだとかするの無理だろうっていうような年度もあったんですけど、実はここ近年のセンター入試っていうのは、ちゃんとトレーニングしていれば時間余るようになってます。時間が足りなくなるのは、もう厳しいかとすると、一言で言えば読解力がないからなんですね。というわけでございまして、そう、変な話ですけれども、急がば回れとでも言えばいいですかね。今、演習して時間が足りないと思う人は、おそらく理解力が足りないから理解力を鍛えなくちゃいけない。理解力を鍛えるよりは時間を無視して、時間度外視して一部一部もちゃんと考えながら読むということをやっていく。これにつきます。そうすればまだまだ全然間に合いますよ。ということでございまして、そこは意識していただければなと。簡単な話を言うすると、あれですね。ちゃんと歩くことができない人間がいきなり走る練習したら怪我するよとですね、おそらくは、その歩くところから始める、一度一部の一段落一段落、それを丁寧に整理しながら読むという、基本ですね、そこに徹していただければ、おのずとスピードがついていきます。そこは、ぜひ信じていただければなというふうに思います。はい、先生ありがとうございます。もう一つ、今度は本文の読み進め方についてのご質問です。
一度本文に線を引きながら全部読み進めて解いていくのがいいのか、それとも設問に関する棒線が来るごとにそちらにたどり着いてから解いていくのがいいのかなど、どんな方法で解き進めるのがよろしいでしょうかというような解き方についてのご質問です。これもまたよく受ける質問ですね。まあ、おそらくはその本文全体をちゃんと読んでから設問に行くべきなのか、それとも、まあ、傍線部や空欄が出てくれた分にもう設問を解いていくべきなのか、これは我々業界の中でも意見が真っ二つに割れます。でここはあくまで僕の考え方っていう形でお聞きいただきたいんですけれども、僕はもう最後まで読めっていうふうに指導します。というのはやはり論旨というものを掴むことによって、例えば大正大学の評論文をパパパパパっていうふうに点数が取れるわけですよね。でもその情報が論旨であるということは最後まで読まなくちゃわからないわけです。例えば前半や中盤を読んで、あ、このこと大切で筆者主張してるんだなっていうふうに思っていた内容が最後まで読んでみたらそうでもなかったってことがあるかもしれません。つまり論旨をちゃんと捉えればさまざまな説問が解けるということが分かっているのに、論旨を確定する以前にちまちまと問題解くということは果たして得策なのかってことですよね。僕はそうは思いません。まあもちろん説問によっては傍線の前後だけ見れば解ける問題もあります。ありますけれども、自分が今相対している設問が傍線部の前後だけで解けるのか、それとも論旨全体見極めてなく解けないのかなんて判断は試験中にできます？普通できませんよね。だとするならば死ぬもの言わずに最後まで読めというのが僕の基本的なコンセプトです。まあ、いろんな意見はありましょうから、最終的には自分に合った方法というのを試していただくというところにはなると思うんですけれども、まあ、それが僕の意見。もう一つ付け出すのであれば、正解の選択肢が正解であることの理由とともに、不正解の選択肢が不正解であることの理由もちゃんと把握できた方が当然ながら解きやすいですよね。その正解の選択肢が正解である理由は、まあ、確かに傍線付近に書いてあることが多いです。しかし不正解の選択肢が不正解である理由は本文全体に散らばっている可能性が結構高いです。というのは作文してみると、僕も模試とか問題集とか作るので作文してるとよく分かるんですけど、選択肢問題で間違いの選択肢作るのってすごい面倒くさいですね。正解の選択肢は作れますよ。なわけですけれども、その間違いとするために、間違いの選択肢を作る上で、その傍線部前後だけの情報を拾ってると、どう考えたってネタがつきちゃうんですね。というわけでございます。そうすると、間違いの選択肢というのは、実は本文全体にその間違いの根拠が散らばっている可能性が実は高いのと、あとは、よくあるのが本文全体から読み取れる論旨をちゃんと掴んでいると、もうこれ傍線部や空欄うんぬん以前にこの選択肢ダメじゃんというふうにバサッバサッバサッと消える、そういう問題の作り方もよくあります。ですから最終的には論の展開を全部ちゃんと捉えて主張を捉え切ってから解いたのが実は合理的です。ただそういうふうな指導をすると、まあ何人かというかかなり多くの生徒さんからこういう相談も来ます。というのは、いやでも先生おっしゃってることは理想論としてわかるんですけれども、最後までちゃんと読んでおくと最初と中盤に書いてたこと忘れちゃうんですよねと。これはね、いやありますよね。というわけでございまして、例えばそれが3000字3500字4000字とかになってくるともう忘れちゃいますよ。とするとどういう作業が構想するか、先ほど線を引く引かないというのがご質問の中にも入っておりましたけど、ここなんですよ。論の展開上重要だなと思った箇所に線を引くない、例えば今回であれば先ほど僕が読み上げてそこにまとめたような内容が書いてあるところには四角で囲っておいたり線を引っ張ったりして、で最後まで読み終えた段階で自分がどこに注目しながら読んだのかということを振り返られる状態を痕跡としてちゃんと残しておくんですね。だから2度読むとちょっと時間が足りなくなっちゃうでしょうから、2度読みしろとは言いませんけど、最後まで読んだその段階でもう一回自分が着目した箇所だけ振り返って全体の表しを頭の中にイメージすることができれば、その最初の方中盤を最後まで読んでと忘れちゃうという現象というのもおそらくある程度は解消できるというふうには思います。そこら辺のところをちょっとね、まさに演習等を通じてちょっと実践していただければというふうに思います。はい、先生もう一つご質問というよりメッセージのような形で来たんですけれども、先生のブログノートというものを使って勉強させてもらってますということだったんですが、どのようなものなんでしょうか。はい、そうですね、いわゆるそのノートというですね、なんていうんですか、ブログじゃないんですけれどもみたいな、まあ、なんていうんですか、ソーシャルメディアというのかな、ございまして、そこでですね、私、まあ、ちょっと個人的に運営しておりまして、さまざまなその勉強法とかですね、あと
それ紹介していいんですね。じゃあちょっとさせていただきますけど、先ほどその論の展開をノートにまとめるみたいな話しましたけど、そういったものをその現代文の勉強法って形で僕のノートの方にまとめてありますので、よろしければぜひ読んでみてください。現代文の勉強法っていう風なコーナーがありまして、そこをクリックするとですね、いくつか記事まとめてありますので、でその中にノートの作り方の実践例とか、僕のまあ昔のその生徒さんのノートをちょっともらってですね、そこも載っけたりしておきまして、載っけたりしてありますので、ちょっとぜひ読んでいただければな。もしかしてフォローなんかしていただけるとずっと嬉しいんですけどね。はいはい。というわけでございまして、小池、僕は下の名前幼児と言いますけど、小池幼児ノートで検索すると一発でバンって出ますので、そこら辺ちょっとご覧いただければいいかなと思います。あとはその、今勉強してくださってるという方いらっしゃったんですけれども、語彙の解説の、ちょっとしたコラムとか、載っけていたりとか、あとはその文学というものにちょっと触れるために、その文学の中の一フレーズとかですよね、というのをちょっと紹介している記事だとか、あとはその読書案内とかもしておりますので、ぜひ国語の勉強、あるいはね、現代文の勉強に、ぜひご活用いただければなと思いますので、小池洋子のノートですね、よろしくお願いいたします。すみません、すごい宣伝しちゃった。はい。どうですかね、他に何かご質問とかご相談とかありましたら。大丈夫ですか。最後に、もう一つ、大正大学の一般選抜の細かい配点については、どこで確認できますかというようなお問い合わせが来たんですけれども、皆さんお手元の赤本と、もし配信ご覧になっている方でお持ちの方いらっしゃればですけれども、配点の方に、大きな、点数としては載せているんですが、細かな配点というところまでは、ちょっと、お載せできていないところになります。ただですね、例年の志願者数、受験者数、合格者数のほかに、得点率や最低点といったところを掲載しておりますので、ぜひそのあたりご参考に過去問題解きながら、ご自身の力をチェックしていっていただけたらいいなと思っております。では、以上ご質問も、チャットの方からも皆さんありがとうございました。小池先生、本日本当にありがとうございました。皆さんぜひ、拍手でお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。